ちゃんは見た。私はユリ。これは恋人の黒木くんと同棲を始め、二人でペットから物件へ引っ越してきた時の話だ。黒木くん、このエトラちゃんのフィギュアはどこに飾るの？あー、それ机に置くからまだそこに入れといて。しかし引っ越し大変だったな。ユリの兄ちゃんが手伝ってくれなかったら今頃腰が砕けてるよ。ふん、次は引っ越し業者に頼んだ方がいいかもね。だな。そうだユリ、早速日曜日にペットショップ行かないか？うん、行く行く。楽しみだね。どんな子をお迎えすることになるんだろう。お隣もペットを飼ってるみたいだし、気兼ねなく過ごせそうだな。私の実家ではずっと犬を飼っていて、私も黒木くんも断然犬派。引っ越してすぐワンちゃんを飼おうと二人で決めていたから、それはもう張り切っていたのだった。やっぱり小型ならダックスだろう。いやいや、そこは。でも引っ越しから2日後のことだった。はぁ、すっかり遅くなっちゃった。この辺散歩コースが多いのはいいけど、意外と街灯が少ないんだな。夜のお散歩は二人で行かないと危ないかも。あっ、え、何今の音。何、何かいるの？あれ、ん、え、え、私の足元にいたのは、首輪もリードもついてないトイプードルだった。ただいま、ごめん遅くなって。犬だ！どうしたんだこの犬！お帰りなさい。この子、そこの公園近くの道で拾ったの。え？飼い主は？それがわからなくて、一応30分くらいその場で待ってたんだけど、全然迎えもなかったし、放っておけなかったから、とりあえず駅前の交番によって届けを出してきたの。それで飼い主が見つかるまで、一旦うちで預かることになって。よろしくお願いします。そうだったのか。どうする？このままってわけにもいかないだろう。うん、きっと飼い主さんも探してるだろうし、とりあえず明日お隣さんに相談してみるよ。翌朝。え、迷い犬？それは大変ね。飼い主も心配してるでしょう。そうなんです。とりあえず昨晩警察には拾得物の届け出を出したんですけど、あとはどうしたらいいのか。そうだな。そうだ、町のペット掲示板があるからそこに書き込むといいかも。あるんですか？こういうのが。ふむふむ、これでよしっと。こうして親切なお隣さんに教えてもらった掲示板に、私は迷い犬の書き込みをしたのだった。トイプードルを保護しました。見つかるといいですね。ですね。そして翌日の日曜日。早くこの子のご主人が見つかるといいね。ああ、はーい。誰かしら、行こっか。いいよ、俺が出るから。私も行くわよ。はい、どなたですか？こんにちは。どうもすみません、突然。うちの犬がお宅にいるって聞いたものですから、引き取りに来ました。そうですか、それは良かったです。ええ、お世話になりました。よかった、無事見つかって。別れるのは少し寂しいけど、うん、って、あれ？お迎えに来てくれたのに反応が薄いな。ねえ、早く帰ってよ。ごめんね。ん？あれ？ちょっと待って、この人たちどうしてここが分かったんだろう。よしよし、意地悪された。確かに昨日ネットの掲示板に迷い犬のことを載せたけど、住所などは一切載せていなかったので、この夫婦がなぜここだと分かったのか違和感を覚えたのだった。あのどうしてここが分かったんですか？え、私の知り合いがあなたがトイプードルを拾ったところを見ていたらしいのよ。それでね。え、拾ったところを見ただけで家までわかります？それに私たち引っ越してきたばかりですし、家に連れてくる前に交番にも寄ってたんですか？死ぬからうるせえぞ。いいからその犬をさっさと返せよ。あのもちろんこの子は飼い主さんにお返ししますが、その前に飼い主である証拠を見せていただけませんか？ペットショップでの売買契約書か血統書か、もしくはご家族で撮った写真でも何でもいいです。何かしらはあるはずでしょ。うるせえ、そんなもんねえ。ではこの子はお渡しできません。はあ、まさか返さないつもりなの？この泥棒、うちの犬ったらうちの犬なのよ。そうだそうだ、取ってと返しなさいよ。返せよ泥棒。な、違う、絶対この人たち飼い主なんかじゃない。どうしよう。ドラベ、ドラベ、どうすれば。
い、いい加減に。おい、あんたらさっきから何してるんだ。今警察呼びましたからね。本当に飼い主ならそれで白黒はっきりするでしょ。アザミ、とりあえず一旦行くか。そうね。バカ見てんだ。やだ、何よ、邪魔よ。おう、あんたら、うちの妹がどうも世話になったようで。お兄ちゃん。よう、話は聞いてたぞ。そこの可愛い子ちゃんの飼い主なんだってな。警察が来るまで楽しくおしゃべりしようぜ。俺もワンちゃんは大大大好きでな。そして駆けつけた警察により、やっぱりこの親子が偽物だったということが判明した。たまたまここを通りがかった時にその人がトイプードルを拾ったって聞いて、ね、人気の犬種だから売れば儲かるかと思ったんだ。あなたたちのやろうとしたことは立派な詐欺で犯罪です。詳しくは署でも聞きますから。見て、あれアザミさんじゃない。はあ、ついに犯罪ごとやらかしたのね。あの夫婦いつかやると思ってたのよ。で、うちの妹たちには謝ってくれたのか。大変申し訳ございませんでした。こうしてわざわざうちにトイプードルを見に来た兄と親切なお隣さん夫婦によって詐欺夫婦は捕まった。ご迷惑をおかけしてすみませんでした。いえいえ、当然。この夫婦はご近所さんや知り合いにも大恥をかいたようで、とりあえずうちとはもう関わらないという念書を書いてもらって、この件は終了したのだった。そして一ついいこともあった。あ、え？そうそう、ワンちゃんの本当の飼い主さんが見つかったかもしれないんです。え？その後、ここからほど近い隣町でこの子を探していた飼い主さんが見つかった。マロン、ありがとうございました。気がついたら窓から出て行ってて。いえいえ、無事トイプードルのマロンちゃんは本当のご主人の元へ帰って行ったのだった。結局あの子とは数日の間しか一緒にいられなかったけど、無事飼い主さんの元に帰れてよかったね。そうだな。ちなみにジムトレーナーである兄は近所に住んでいて、こちらも小型犬を3匹ほど飼っている。残念だな、もう少しトイプをワシャワシャできると思ったのに。まあまあ、うちももうすぐ新しい家族ができるからね。ちなみにその後、私の友達のワンちゃんが出産したらしいの。それで子供の新しい飼い主を探してるんだけど、ゆりさんたちのところはどう？え？本当ですか？ぜひ詳しく聞かせてください。任せて。そして私たちはお隣のかりんさん伝いに新しい家族を迎えることになったのだった。あ、本当にありがとうございます。マロンちゃん幸せそうだね。かわいいな。まあ、うちの子も負けずかわいいけどな。うん、どうい？うん、かわいいかわいい。世界一。そうだ、今度かりんさんたちにドッグラン行かないかって誘われたんだけど、コロキくんも一緒に行かない？ああ、もちろんだよ。今回の出来事で思ったのは、マロンちゃんが無事飼い主さんと再会できてよかったなと思ったこと、そしてあの詐欺夫婦みたいな小悪党にあの子が拾われなくてよかったということだ。後日、犬で小遣い稼ぎしようなんてほんと信じられない。ああ今思い出しても腹立つよ。まったくだ。あれ、うん、黒木くん最近よく家の中で筋トレしてるね。ああ、うん、いや実はさ、あの夫婦俺には強気だったのに。へっ、お隣さんの旦那さん見て逃げ出して、ユリの兄ちゃん見てビビってたから、俺ももうちょっと強そうに見えるよう努力しようかなって。あ、地味に傷ついてたんだ。じゃあお兄ちゃんのところでトレーニングする？それはなんか大変そうだからやめておくよ。お知らせです。能力ナンバー X。 ご視聴いただきありがとうございました。もし本当の飼い主だったのなら、ワンちゃんもすぐに好意的な反応をしてくれるはずでしょうからね。作中でも言っていたように、先に見つけたのがゆりさんで、お金儲けを企むような悪い人に保護されなくてよかったですね。もしかするとワンちゃんだって賢いですし、飼い主の元へ送り届けてくれる人を見極めていたのかもしれませんね。
本当に飼い主さんにちゃんと会うことができてよかったです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また盗みダメ絶対と思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。